フロンティア航空エアバス A321 型機フロンティア航空はアメリカ合衆国コロラド州デンバー市のデンバー国際空港を本拠地としている主要格安航空会社である。アメリカ国内及びメキシコ路線を運航している。フロンティア航空の歴史は1941年の11月27日に遡る。コロラド州デンバーのステープルトン国際空港を本拠地としてニューメキシコ州、ユタ州、アリゾナ州などに DC-3 を運航して始まった。以後成長を続け、1980年代までに DC-3、コンベア340、440、B727、B737、MD-80 など多機種での運用を行った。当時は、米国エアライン乱戦期であり、コンチネンタル航空やユナイテッド航空と競合していたため、価格競争、空港ゲート数、政治的要因などの結果、1985年にピープルエキスプレスに買収されて、第一期の幕を閉じた。フロンティア、S-321 新しいフロンティア航空は、旧フロンティア航空の役員によって1994年に設立された。B737 型機を使用して立ち上げられ、その後エアバス A319 型機及び A318 型機へ更新された。2016年現在、A318 はすべて退役しており、A319、A320、A320 ネオ、A321 で運航を行っている。2007年1月より、リージョナル航空のリパブリック航空と、フロンティアジェットエキスプレスの名称で、ボンバルディア CRJ-700 型機を使用した、ホライゾン航空とのコードシェア便運航を行っていた。コードシェア及びすべてのエクスプレス便は、元親会社リパブリックホールディングスのフロンティア株売却とともに終了し、現在の使用機は、上記のエアバス機のみである。2008年4月11日に、米連邦倒産法第11章を申請した。リパブリックホールディングスは2008年米連邦倒産法11条適用時に救済措置としてフロンティア航空を買収し、2013年に現在の親会社であるインディゴパートナーズに株式をすべて売却している。インディゴに買収され、フルサービスエアラインからウルトラローコストキャリアに経営方針を転換した2013年から2016年までの間に業績が大幅向上し、2015年には利益率で全米第5位、世界第7位に上昇している。2016年12月からアメリカン航空、ジェットブルー航空とともにキューバへの運航が許可された。A321XLR の1機目の納入が2023年に予定されているがこれに関して社長のバリーは、ヨーロッパ路線よりはまず大陸間横断便の増便、アラスカ、ハワイ、中米、南米などを視野に入れて運航すると声明を発表した2017年から2019年まで全米で最も利益率の高い航空会社としてトップ5に入り、2020年のコロナ渦からの経営難脱却も他社に先行して行われている。2020年も利益損失は全米航空会社でも最小となった。そして2021年4月1日にシティグループ、ドイツ銀行、モーガンスタンレーなどの指導により、ナスダック市場上場復帰フロンティア航空にも、スピリット航空再建時の経営方針が反映されている。フロンティア航空は現在、米国でベスト10に入る主要航空会社となっている。アラスカ州フェアバンクスが、本拠地のフロンティアフライイングサービスとしばしば混同されるが別会社である。主要ハブ空港は2016年現在、デンバー国際空港、シカゴオヘア国際空港、オーランド国際空港、フィラデルフィア国際空港、ラスベガス国際空港、タンパ国際空港、マイアミ国際空港であり、全米主要110都市、国際線はカナダ、メキシコ、ドミニカ共和国、等に運航している。2018年まで6年連続で FAA 連邦航空局整備部門ダイヤモンドアワードに選ばれている。2021年現在世界で最も安全な LCC ランキングトップ10に毎年選ばれている。フロンティア航空エアバス A321 から200型、既フロンティア航空の機材は、以下の航空機で構成される機材の平均使用年数は2016年3月時点で 2.6 年である。すべての機材の垂直尾翼には動物が描かれ、それぞれ異なる名前を持つのが特徴である。フロンティア航空のシートピッチは、一般航空会社のエコノミークラスよりも数インチ、狭い28インチとなっている。ありがとうございます。